いこと言ったな。頼んだブロッド、みんな行くよ。受けてみろ、受けてみろ。消してやれ。ですか。アーマー引き受けた。はっ、やっ、やったな。お互いにな。グラディオ、はっ、砕けちまえ。手が震えてきた。少しまずい状況かも。いっけずいぶん上機嫌だな。頼むな。ありがとな。前よりイグニスの方がすごいことになってんぞ。あ、本当だ。うるさいぞ。今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？今のまま好きなように撮ってくれ。そっか、わかりました。あ、回復系のアイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って
早かったね。時間短縮は重要、分かってるね。イグニス、止めてくれ。分かった。また徒歩？気をつけろ。現れたか。よかったね、見つけられた。前を見ろ。悪かったって。持ってきてくれたか。俺が責任を持って家族の元へ返すよ。じゃあ休もうぜ。おかえり。迫力のある写真は撮れた？こんな感じのでいいか？よく撮れてるね。これなら
僕も安心できる。実は例の特集、全社員を黙らせて通した企画でさ、下手な写真出したら僕も立場がないっていうかね。あんた結構偉いのか。うん、社長やってるんだ。あ？メテオパブリッシング代表取締役社長。あれ見えない？全然はっきり言うな。てことで引き続き我が社をよろしくね。お？いやあ、期待のカメラマン、仕事があるんだけどどうだい？じゃあやるよ。今回も前回に引き続き神話特集だ。異郷の森にある王様のお墓の写真を頼むよ。神話の特集じゃないのか。あれ知ってるでしょ、ルシス王家と神話には密接なつながりがある。危ない場所だけど行ってくれるかい。ああ、頼もしい返事をありがとう。できれば近くの門も取ってきてよ。古代ルシスの衣装とか貴重な資料になるからさ。お墓取っても大丈夫かな。平気だろう。隕石食品だよ。なんか買ってってよ。ありがとな。あ、いらっしゃい。無事なようで一安心です。助かりました。何か飲まれます？お好きなものはありますか？退治していただけるんですか？いいのあったら買ってきな。はいよ、受け取ってくれ。ありがとさ。おお、お兄ちゃん、何か買ってくかい。次はもっと買ってくれよ。いらっしゃい。腹減ってるだろう。何にする？気に入ったらおかわりもあるからね。最近は野獣に死骸に
いろいろ物騒でね。しっかりね。それじゃ任せたよ。いらっしゃい。またのご来店よろしく。あ、見ちまったよ。怖いな、あいつら。あなたと世界中の道を楽しむ。帝国軍は昨日、ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても、現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は、封鎖解除による街道の混雑、混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。飛行基地ってなんだか不気味だよな。水人の存在は、やはり我々人は創世記でしか馴染みがありません。それは私もそうですよ。生きてる人間誰も水人を見たことないでしょう。ただ巨神の霊がありますから、目を覚ますとしたらと想像が必要です。水人は気性が荒いことで有名ですからね。神話の上じゃ人間が嫌いだともある。カーティスの大皿の崩壊に相当する何かがオルティシエでも起きるのでしょうか。帝国軍イチネリス工業です。帝国軍アラケオロ基地襲撃事件について新しい情報です。帝国軍はレスタルムに潜伏していた男たちを捕らえ、すでに帝国に移送したと発表しました。死亡が報じられた王子ノクティス様が襲撃に関わっていたという情報について、現在のところ帝国軍は否定を続けています。この間窓兵見ちまったよ。速報です。アコルド政府のカメリア首相は先ほど記者会見でルナフレーナ様をオルティシエにて保護していると発表しました。ええ、オルティシエにいらっしゃるのは本当です。ルナ・フレーナ様の死亡が伝えられ、我々アコルド市民も悲しみに暮れていました。ルナ・フレーナ様は少しお疲れの様子ですが、お元気にしていらっしゃいます。ルナ・フレーナ様の今後について、カメリア首相は調印式の襲撃事件での扱いを踏まえ、帝国と慎重に協議すると述べています。飛行基地ってなんだか不気味だよな。旅の宿はお決まりですか。極上の時間を過ごしたいならリウェイへ。超一流のおもてなしが旅の思い出を素晴らしいものに。ご予約はお電話で受けたまわります。リウェイ。帝国軍がまた基地を飛ばしてたぞ。見た見た。なんだか。では左腕は完全に義手となっているということなんですね。ああ、その通り。義手自体は治療で帝国へ戻った時作られたんでしょう。帝国が口にする魔導の力というのは、古代文明で使われた動力を指します。その機構が将軍の義手にも使われていると見ています。つまりは見栄えだけのものではなく、義手に特別な力が仕込まれているということですね。この間魔導兵見あなたと世界中の道。レイブス将軍はルシス国内の視察を終え、今日レスタルムを出発しました。引き続き国内各地の基地には帝国のルシス駐屯軍がとどまり、安全上の理由による地域間の移動に対しての制限や各地方の治安の維持に努めるとしています。飛行基地ってなんだか不気味だ。メルダッシオ協会よりお知らせです。メルダッシオ協会では今ハンターを募集。こんにちは、ケニ。メルダッシオ協会。男の子がさ、おじいちゃんって。かわいそう。
出てきた帝国人がまたいやらしそうな男でさ。